CB.CB はアメリカ海軍の建設工兵隊。戦場における基地や道路の建設、防衛が任務。セアベイはもともとコンストベタリアンの省略系である CB および蜂のように働き者であるということから海の蜂として語呂を合わせたもの。CB の表記も見かけるが正式にはセアベはイは一語である。公式モットーはカンストルイモス。 バトイモス、我々は立て、戦う。最もよく知られた、非公式モットーは、キャンドゥー、である。1941年に、アメリカ海軍増収局、ビューロー・オブ・ヤーズ・アンド・ドックス長だったベン・モレール、少将が、第二次世界大戦を目前にして発案した、海軍建設大隊が CB の原点である。これが、新自安攻撃によって、 アメリカの参戦が決まったことにより具現化し CB が設立された。正式な編成命令は12月28日付であった。もともと、アメリカ海軍関係の土木、建設工事を行っていたのは軍の監督を受ける民間組織であったため、前線での作業には文民の戦闘参加を禁じる国際砲弾の懸念があった。これらの組織に戦時に どのような身分を与えるかについては各部署で盛んな議論があったが、モレール少将の働きかけによって1942年3月19日に CB の構成員を軍人することが決定された。第二次世界大戦時、CB は32万5000人を超える人員を要していた。戦後も朝鮮戦争やベトナム戦争などに参加した。CB は 海軍の管轄下に置かれており、本来は軍港、飛行場の建設や修理、艦艇の増収が目的で発足したのだが、近年では主に陸上での作戦に用いられる。実際 CB の隊員の訓練のほとんどは陸軍や海兵隊と共に行われる。イラク、アフガニスタンには多くの CB が海兵隊の支援部隊として派遣されており、基地、道路、要員や 学校の建設、修理を行っている。本拠地は、西海岸がカリフォルニア州のポートワイニミ、ポートフエネメ、東海岸がミシシッピ州のガルフポート。設立当初の CB 隊員は、全くの新兵ではなく、土木、建設作業に熟練した志願者から選抜された。このため、肉体的な選抜基準は、軍の通常の部隊よりも緩く、 年齢制限も18から50歳までと幅広く取られた。最初の大隊には60歳を超える隊員も数名おり、初期の部隊の平均年齢は37歳であった。1942年12月になると、志願者による編成は中止され、徴兵者の中から選抜して部隊を編成することとなり、部隊の平均年齢は低下した。平均的な訓練過程では、 新兵はまず、バージニア州ヨーク軍のキャンプアレン、後に、キャンプピアリーに移転にある基礎訓練所で、戦闘訓練と設営訓練を3週間受け、さらにキャンプブラッドフォードで6週間の専門的な設営訓練を受けた。第二次世界大戦中の CB の基本編成は、大替編成で建設作業を行う4個中隊と大体本部からなり、 総員はおよそ1100名ほどであった。各隊には土木、建設に関する約60の職種が配属されており、多様な作業に従事することができた。また通常の建設大隊に加えて、戦闘地域での船舶に役を行う特別大隊、スペシャルコンストラクションベタリアン、基地の保守を行う基地保守隊、コンストラクションベタリアンメンテナンスユニット、停止破壊部隊などがあった。 CB は、対戦を通じて、各地で多大な活躍を示した。大西広市戦域では、カリブ海の当初から、ニューファンドランド、北、アイルランド、アイスランド、グリーンランドの各地に、海軍基地と飛行場を設置し、輸送船団が絶え間ない護衛を受けられる措置を作り、大西洋の戦いにおける勝利に貢献した。また、北アフリカでの統治作戦、シチリア島でのハスキー作戦、 そしてノルマンディ上陸作戦といった各地の揚陸作戦で上陸した部隊の補給を支える港湾施設の建設、修理にあたった。太平洋戦域においても多数の海軍基地、飛行場を建設、また損害を受けた施設の復旧に従事し、ソロモン諸島の戦いとニューギニアの戦いでの連合軍の勝利に大きく貢献している。現在の CB は軍艦組、 パイロット組など他の海軍組織と同様、士官、下士官、兵からなる。一般に、アメリカ海軍の兵、給与等級、以下同じ E3E1 は、シーマンと呼ばれるが、c b において兵に当たる階級は、カンストラックシャンマンと呼ばれる。c b の士官は主にセック、土木士官、シビルエンジニアリング校から構成される。セック以外に、軍医、メディカル校、主係士官、 サプライ校、従軍聖職者、チャプリンなどの士官が CB の部隊では補助的な役割を果たす。歌士官、チーフス、ペティア・ィサース、E9E4 及び兵、カンストラックシャンマン、E3E1 には他の海軍の組織と同様レーティングと呼ばれる専門職があり、これらは建築、建設、土木工事の職種によって現在は7種類ある。 一般に一つの CB の部隊は代替編成をとっており、仕事の効率を図るため四つ以上の中隊、カンパニーに分かれている。現在の CB は代替の本隊がある場所にとどまり、そこから中隊を各地に派遣して事業を行う形式をとる。基本的に A、B そして H 中隊が基地に残り、C 中隊及び残りの中隊が A 中隊から重機及び運転士、整備士、そして H 中隊から軍医などを必要に応じて調達した上で各地に散らばる。B 中隊が基地内のメンテナンスのみならず、一般建設を行う場合は B、C 中隊と名前を変えることもある。CB の歌詞官の故障だが、例えばスミス氏は CB の歌詞官で階級はペティオフィサーセカンドクラス。 e-5.2 等並走、そして職種はビルダーだとする。この場合スミス氏は、ビルダーセカンドクラススミス、あるいは、BU にスミスと表記される。CB の士官、この場合セック、土木講士官は、通常4年生大学で、土木建築、あるいは建築学の学士課程以上を収めたものが、 フロリダ州ペンサコラにある海軍士官訓練所で約4ヶ月の訓練を受けた後に各部隊に配備される。海軍士官学校出身者、あるいは海軍予備士官訓練課程ローク修了者はこの海軍士官連所に行かなくても良い。歌士官、水兵は約8週間の海軍の基礎訓練、ブートキャンプの後、専門職ごとに特別訓練所、A ースクールに派遣され、そこで CBE としての専門技術を学んだ後に部隊に配備される。この特別訓練所の期間は職種によって6週間から15週間と開きがある。米4軍はそれぞれ独自の公平部隊、陸軍の公平団、空軍のなどを有しているが、海軍の CBE はその実力、評判ともに他から抜きん出ている。イラクやアフガニスタンでは海兵隊の支援部隊として派遣されているが、 陸軍や民間企業からも支援を頼まれる。CB は予備役の隊員を調達し、活用するシステムを早くから作り上げてきた。予備役は普段は大工や配管工として働いているため、技術的には軍隊で訓練を受けただけの人間よりも高い技術と生産性がある。この予備役兵を現役兵とうまく組み合わせて、 作業を進めることが B の成功の秘訣と言える。ただしこれらの予備役兵には、軍の規律を乱すなどの問題もあり、賛否両論がある。海軍に所属しながら迷彩服を着て、陸上戦闘の装備を身にまとい、小銃やグレネードを扱い、そして軍艦に乗ることがない CB は特殊な存在である。これは海兵隊に近いものだが、現在の海兵隊は、 海軍とは別の組織という認識が強いのに対し、CB は、劣気とした海軍の組織である。例えば海兵隊の階級の故障は、陸軍のそれとほぼ同じなのに対し、CB の場合、階級故障は、海軍のままである。その海軍らしからぬ職務から基地などで、CB は、軍艦組から、Go2、A リファレントブランチ、どこかよその軍。 陸軍か海兵隊あたりに行けよと冗談を言われることもあるが、イラク戦争などで実際に戦地で建設、修理、そして戦闘に従事する CB は海軍内で高く評価されている。CB、海兵隊に付随する海軍衛生兵、海軍生職者らのことを海軍内ではグリーンセーラー、グリーンセーラーと呼ぶ。一方で軍艦、潜水艦組は ブルーセーラーである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。